南下金は中国北京出身の女子体操競技選手。得意種目は団地外平行棒。2008年北京オリンピック金メダリスト。1997年に5歳で体操を始め、2002年に北京代表チーム入りし2005年に13歳で国家代表に選抜された。2008年北京オリンピックの代表に選ばれ、 団体総合と団違い平行棒で金メダルを獲得した。団違い平行棒はアメリカのナスティア・リューキンと同点であったが、減点平均の差で制しての優勝であった。2009年のロンドン世界選手権でも団違い平行棒で金メダルを獲得している。中国の進化者が2007年11月3日付の記事でんか金の当時の年齢を13歳と伝えていた。 ことをもとに、アメリカのメディアが南下金が五輪出場資格に満たない選手ではないかという報道を行った。北京オリンピック優勝後の記者会見にて南下金は、報道記者から、あなたは一体何歳ですかとの質問が殺到したが、南下金は少しも嫌な顔もせず、私は92年の16歳です。信じてもらえないなら仕方がないけれど、そうでなければどうして、 国際オリンピック委員会は参加を認めたのでしょうかとの返答をした。中国選手団の蔡大林副団長が同年8月24日の記者会見にて段違い平行棒で金メダルを A した南下金が昨年の国内大会で所属を変更した際年齢が誤って登録されたこのミスが今回の誤解につながったと釈明し国際オリンピック委員会も 中国オリンピック委員会などに調査して問題ないと確認したとの認識を示した。ありがとうございます。